谷村新司主婦、谷村新司主婦、口がおかしいな、もう。聞きのあなたの手紙、右手でなぞって真似てみる。いくら書いても埋め尽くせない、白紙の行がそこにある。友情なんて呼べるほど仕事で済むような男と女じゃないことなど薄々感じていたけれど、あの夏の日がなかったら楽しい日々が続いたのに、今年の秋はいつもの秋より長くなりそうな、そんな気がして。両手に街を出て、何もつかめず帰るけど、優しさの扉を開ける鍵は、眠れない夜がそっと教えた。心も体も開き合い、始まるものがある。それを愛とは言わないけれど、それを愛とは言えないけれど、あの夏の日がなかったら楽しい日々が続いたのに、今年の秋はいつもの秋より長くなりそうな、そんな気がして。春の嵐が来る前に暖かい風が吹く前に、思いことは降りすぎてなければ歩けないような、そんな気がして。少々でした。